春を背負っては、笹本良平による日本の小説。2012年にラジオドラマ化、2014年に松山健一主演で映画化された。奥秩父の山小屋を舞台とした連作短編小説で、著者の山岳小説の重要な一角をなす、天空への回路を、帰るべき場所、その峰の彼方など、ヒマラヤやアラスカを舞台にしたハードで、スケールの大きな作品群とは、 対照的に小さな山小屋に集う人々の心の触れ合いを丹念に描き、ユニークな位置を占める。春を背負って、花泥棒、野ざらし、小屋じまい、疑似工程、にあげ日よりの六編で構成され、いずれも死が共通のテーマとなっているとも言えるが、作品の主眼はむしろ自然の中で生きることによって、自分を、人間性を取り戻してゆく、再生の物語という点にあり、 その根底には人間が本来持っている前世の部分を描きたいという作者の意図が込められている。著者の同じ系譜の作品としては他に奥多摩の駐在所を舞台にした駐在刑事シリーズがある。掲載誌はいずれもオール読み物新日曜名作座にて2012年2月19日から4月1日まで放送された。2014年6月14日に公開。 長らく撮影日誌として活動してきた木村大作が2009年に初めて映画監督に挑戦した剣竹天の木以来2作目の監督作品。剣竹が最初で最後の監督作品と思い定めていたが、同作は興行収入25億8000万円を記録し、第33回日本アカデミー賞で監督賞、撮影賞をはじめ、 第52回ブルーリボン賞作品賞などを受賞し、次回作を期待する声が高まったことを受け、木村は考えを改めた。剣岳の原作者である、新田次郎の作品で、登山家、加藤文太郎の生涯を描いた、孤高の人が次回作として候補に上がったが、冬山での過酷な撮影は、困難を極めるであろうことが予想され、断念。その後、 新たな題材を探し求めていた木村が書店で本作と出会った。2013年4月にクランクインし、CG に頼らない指揮を執るために撮影に約1年を費やした。原作の舞台は奥秩父だが、映画では360度どこを撮っても画になるとの理由で立山連峰の王南寺病と変更されている。主題歌は山崎正義が本作を見て書き下ろしたという。 心の手紙。立山の冬山登山の父が子に一歩一歩負けないように自分の力で普通に歩けばいいんだと励まし子が滑ると殴る。3000メートルのすみれ小屋にようやく到着。長峰亮は東京でトレーダーをしていて9億円の損失を出している。母から電話があり、雪肌に落ちた遭難者を助けようとして父、伊佐が亡くなったのだという。自宅の 民宿長峰での葬儀に間に合わない。助かった登山客はすでに帰っていた。大町沢でなだれがあって三列客も慌てて帰る。工房を継いでいる友人、佐藤氏に通るは赤字の山小屋を母の民宿のお金で維持していると父を批判したと話す。母と通ると前年から山小屋を手伝っている高沢愛達と山小屋に向かう。雪の大谷は 観光客で一杯だ。山小屋で異界をまく。母は、すみれ小屋を、来町僧に譲るというとーるが継ぐと言って業績が回復していたが、退社。山小屋を背負うことは、お父さんの夢も背負うことだと言われる。60キロの荷物を運ぼうとして反対され、半分にするが辛い。謎の過去を持つ、ゴロさんゴロウが牧ッでついてきて、夢枕に、イサオが現れて、スケが、 一人前になるまで手伝うという、山小屋開き。遭難しそうになる人や父を追悼に来る人など。トールのいた、有料企業を死亡している、大メシスナガが静止を聞かずに出発して遭難して、何とか救助されるが、山小屋の主人としての責任を痛感する。ヘリで荷物を運ぶ山小屋もあるが、五ロは欲をかいてはいけないと悟す。愛は、 三年前に認知症の父を亡くし、追うように母が亡くなった時に不倫でいなかった、両親が出会ったのが立山だったと告白、一人で登山して遭難しそうになった時に、イサオが助けてくれ、イサオを森の大きな木みたいな人です。窒息寸前の私に、たくさんの酸素をくれましたという。秘密のテラスが完成し、五郎は荒らさず絶やさず欲張らずという。小屋じまいの日に、 ゴロが脳梗塞になり、3時間が勝負なので皆で担いで降りる。ゴロは伊沢が夢に現れ、まだ半人前だからと返されたという。春が来て、名残雪を歌いながら墨霊小屋に来たゴロは、人間は人の心と触れ合いがあってこそ生きていける。鶴が自分の居場所に帰るためにエベレスト山を飛んでいくのを見たと話す。トールも愛も居場所を見つけたようである。 全国337スクリーンで公開され、2014年6月14、15日の初日2日間で、公衆9521万8400円、動員81166人になり、映画観客動員ランキングで初登場第3位となった。ありがとうございます。